パットナム軍はアメリカ合衆国のニューヨーク州ロアー・ハドソン・リバーバレーに位置する軍である。1812年にダッチェス軍から分離して誕生した。2010年の人口は99,710人である。ニューヨーク都市圏の一部で軍庁所在地はカーメル・ハムレットである。パットナム軍の名称はフレンチ・インディアン戦争の英雄であり、 アメリカ独立戦争時には将軍となったイズラエル・パットナムに敬意を示して名付けられた。2000年国勢調査によれば、パットナム軍は最も豊かな軍の一つで、平均家計収入では11位、1人当たりの所得では47位にランクインしている。ニューヨークコロニーが1683年に州内の12の軍を設立した際、パットナム軍はダッチェス軍の一部だった。 さらに、現在のコロンビア軍である二つの町もダッチェス軍に含まれていた。ダッチェス軍は1713年までアルスター軍に取りまとめられていた。1609年にはワッピンガーと呼ばれるネイティブアメリカンがハドソン川の東側に居住していた。彼らはハドソンバレーの豊かな土地で魚を取ったり、作物を栽培したりしていた。 彼らはたびたびオランダの貿易者と会い、アルコールや牡蠣などを得ていた。1691年、オランダの貿易者がパットナム軍の地域をワッピンガーから購入している。6年後、貿易者は裕福なオランダ人、アメリカの商人であるアドルフ・フィリップス。この人物はハドソン側からコネチカット州との境界線までの土地に対して王の特許を得ている。2 フィリップスパテントとして知られる地域を売っている。1737年、ダッチェス軍の南部地域のフィリップスパテントを植民地会議が指定し、マサチューセッツ、コネチカット、ロングアイランド及びローアーウェストチェスターの農場で移民を受け入れ始めた。アドルフ・フィリップスの死後、1754年にパテントはメリー・フィリップス、フィリップ・フィリップス、 スザンナ・フィリップス・ロビンソンという3人の相続人に引き継がれ9つの土地に分割された。フレンチ・インディアン戦争中、ワッピン川の多くはマサチューセッツ州のストックブリッジへ行った。パットナム軍の領域が決まるのはハドソンバレーの他の地域より2つの理由により遅かった。第一の理由として、軍の領域は私有地であり、居住するためにはフィリップスに 収入の一部を払う必要があった。また、土地のほとんどが険しい岩地で、耕すのが難しく、農業には不適切であり、産業は落農か林業に限られていた。しかし、一般の開発者がコネチカット州との曖昧な境界に沿い、開発を行い、議論により、この地域はフィリップスによって所有されないと考えた、ニューイングランドの農民たちが移住するようになった。 コネチカット州との境界に関する問題には、植民地のニューヨークがハドソン川から東へ20マイルまでの領域を要求している。しかし、川の流れはわずかに大地の西に変わっており、東側2マイルのオブロングより少し狭くなっている。初期に開発したのはヘイトカであった。彼らは1720年にエルムと呼ばれる農場を設立した。ヤコブ・アビランドは、 アビランドホローとして知られていたところを1731年に所有している。軍で最初の村はフレデリックスバーグ村だった。教会の問題は独立戦争後解決された。オブロングはダッチェス軍の最も南東に位置し、町の二つの部分の一つとして組み込まれた。初期の軍の別の部分は今のダッチェス軍にあるリビングストンとベイクマンの間にあり。 フィリップスの土地の曖昧な北端に位置する三角形の辞書だった。そのため、ルディングトンビルはフィリップスの同意なしで成立している。ダッチェス軍の人口増加や、軍庁所在地であったポキプシーから離れているという理由により、1812年にパットナム軍はダッチェス軍から分離し、独自の軍となった。さらに、パットナム軍はハドソン側に面しており、 輸送が容易であることも独立する要因となった。品物を運搬するボートは主にピークスキルハローロードを通りピークスキルで出荷されるかコールドスプリングでハドソン側から輸送された。冬に川が凍った際には軍では少ない食品や品物のみしか持ってこられなかった。フィリップスタウンターンパイクはコールドスプリングからコネチカット州へ向かう有料道路で 1815年に完成した。この道路は、東部のパットナム軍の鉱山などから生産された、鉄鉱石を輸送できた。有料道路の後は、外略にたどることができる、ルート301をゴールドスプリングから、ファーマーズミルスロード、ホワイトポンドロード、テックスビル、ホルムスロード、パターソン、クエーカーヒルズロード、コネチカットへ。交通は、 1840年に鉄道が敷かれ、再び改善された。これにより、ニューヨーク市とパットナム郡との間が、レールでつながることとなった。当時、パットナム郡内には、ハーレム線の駅が4つあった。ブルースター駅、ダイクマンズ駅、トーナーズ駅、パターソン駅。現在では、ブルースターとパターソンの2駅のみが残る。パットナム郡は、 南北戦争でも重要な役割を果たしている。軍の15から55歳の住人の3分の1は戦争時に軍で貢献している。南北戦争中は産業や農業において赤字に苦しんだ。鉄がハイランド山脈で見つかり他の場所でも見つかる可能性があった。これは農業にも非常に影響した。ニューヨーク市では水の使用量が増加し、 新しい水源を求めてハドソンバレー一帯の探索が行われた。パットナム群では多くの農地で貯水池による洪水が起こった。この農地、貯水池やその後はニューヨーク市からの観光客を呼び寄せる景色の良い場所となった。20世紀には道が改善されニューヨーク市から多くの人が訪れるようになった。道路整備の一環として世界強行中には タコニックステートパークウェイが建設された。これに伴い、美しい風景や安い宿に引き付けられた観光客が来るようになり、宿屋や別荘も増え、パットナム軍の人口は夏の数ヶ月間2倍にも膨れ上がった。第二次世界大戦後、パットナム軍はニューヨーク市の準ベッドタウンとなった。これにより、急速に開発が進んだ。しかし、 軍の土地の多くは、湿地や貯水地が近くにあり、これらの保護のために、開発は制限された。軍では、3人の軍政府行政官がついている、デビット・ディ・ブルーエン、ピーター・シー・アレクサンダーソン、ロバート・ジェイ・ボンディ。旧パットナム軍裁判所パットナム軍の政治の運営は、1977年11月に、軍の投票者により承認された。 軍特許場の中で外設されている。運営は軍政府行政官と9人の軍会議員が行っている。現在の軍政府行政官はメアリー・エレン・オーデルである。オーデルは2011年11月に特別選挙でビンセント・エル・レーベールを打ち破って当選した。レベールは2010年に2つの連邦重罪を有罪としている。 ニューヨーク州南部のアメリカ合衆国弁護士との司法取引に従い、レイ・ベールは衆議会議員を辞任し、2011年1月1日の軍政府行政官も仮定しなかった。軍政府行政官は軍全体から軍議会議員はそれぞれの選挙区から選ばれる。特許状形式の軍政府の事務は6人から構成される管理委員会が担当する。軍には 過去に5人の軍政府行政官がいた。軍には9人の軍会議員のうち、8人は共和党、1人が民主党である。01、ビンセント・ダ・マグナ・レニ、2、サム・オリベリオ・ジュニア、レサ3リチャード・ティー、オスマー・ジュニア、第ヨ4メアリー・コン・クリン、議長・レイ5・カール・アルバーのレ6ロジャー・エース・グロス・レイ7、ダニエル・ジー・バー・ミンガム・レイ8・ディニ・ロブー・レイ9。 アンソニー・ディカルロ軍議会議員の任期は3年で2011年以来4回以上は連続で就任できない。議員の任期が毎年3分の1ずつ終わるよう少しずつずらして就任している。現在の保安官であるドナルド・ B ・スミスは2002年に選ばれた。保安官事務局には市民受付、パトロール部、海上部、オートバイ部、学校部、麻薬部などが含まれる。 パットナム軍の米国下院議員では共和党員である南平ワースが代表される。彼は2010年に議員であったジョン・ホールを破った。2012年には南平ワースがビル・クリントン元大統領のウエストウィング調査官であったショーン・パトリック・マロニーに反対している。国家的にはパットナム軍では民主党の支持率が高い。2004年には 民主党が58%から35%、23%ポイントの大勝利を収めた。パットナム軍はニューヨーク州の南西部のハドソン川とニューヨーク州、コネチカット州の境界線の間に位置している。また、ニューバーグの南東、ホワイトプレインズの北に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍の面積は246平方マイルであり、 うち231平方マイルは陸上、15平方マイルは水面積である。軍の土地はほとんどが険しく、ハドソン高地の一部である。パットナム軍の最高地点は海抜約1540フィートであるスコフィールド、リッチの4つの頂上である。また、最低地点はハドソン側に沿った地域である。ヘンリー・ハドソンにちなんで名付けられたハドソン川では、昔から、 ニューヨーク市からの物資が輸送されていた。イーストブランチ貯水池パットナム群は、多くの貯水池があり、ニューヨーク市の水源として知られている。主な貯水池に、南東のボグ、ブルック貯水池、カーメルの南東のクロトンフォールズ貯水池、南東のディベーティング貯水池、ブルースターのイーストブランチ貯水池、南東のミドルブランチ貯水池、ケントとカーメルのウェストブランチ貯水池、 ケントのボイズコーナー貯水池がある。パットナム軍はニューヨーク州の他の地域と同じように湿潤大陸性気候である。冬は冷たく乾燥した空気がカナダやアメリカ内陸部から吹きつける。夏はメキシコ湾流によって暑く湿った気候となる。温帯低気圧はしばしば軍にも影響を与える。冬にはノーイースターにより豪雪、豪雨、強風がもたらされる。 夏にはバックドア寒冷前線が北から移動して時々激しい豪雨がもたらされる。パットナム軍には6つの町と3つの認められた村がある。市は存在しない。ニューヨーク州カーメルにあるシビルルディングトンの像、カーメルはパットナム軍の軍長所在地であり、人口は3万4千人。カーメル町にはハムレットのカーメル、カーメルヒルズ、フィールドコーナーズ、 ホップキンスコーナーズ、魔法パック、魔法パックフォールズ、セカーコーナーズ、ティリー・フォスター、ウェスト魔法パックを含み、パットナム郡の南端に沿っている。町は歴史的な裁判所及び高校で知られている。ケントは町の北端に沿って位置する人口1万4千人の町である。ケント町はハムレットのレイクカーメル、ケントコーナーズ、ケントヒルズ、ルディングトンビリを含んでいる。 カーメルとパターソンが1795年に分割した後、ケントはフレデリックスタウンの最後の区画となった。フレデリックスタウンは1788年に設立された。ペタ・ソンはパットナム郡の北東部に位置し、人口は1万2千人の町である。もともとフランクリンという名だったパターソンは1795年に旧、 フレデリックスタウンから分割された。パターソンには、ハムレットのパターソン、バーナムコーナーズ、キャンプブレディ、フィールズコーナーズ、ハイネスコーナーズ、ハビランドホロー、パットナムレイク、ステインベックコーナーズ、トーナーズ、ウェストパターソンが含まれる。コールドスプリングのシャレタ、メインストリート。連邦承認歴史地区の一部である、フィリップスタウンは、パットナム軍の生誕に沿って一致する。 人口1万人の町である。フィリップスタウンには村やハムレットのコールドスプリング、ホーソンビル、ガリソン、ガリソンフォーコーナーズ、グレンクライフ、マニトーマッキールコーナーズ、ネルソンビル、ノースハイランド、ストームキング、コンチネンタルビレッジの北側を含んでいる。町は1788年に設立された。コールドスプリングのハドソン側の向かい側にはウェストポイントが存在する。 街にはガリソン、コールドスプリング、マニトーというメトロノース鉄道ハドソン線の3つの駅がある。また、フィリップスタウンにはガリソンのデスモンドフィッシュ図書館とコールドスプリングのニューヨークジュリアバターフィールド図書館の2つの公立図書館がある。サウスイーストはパットナム群の南端に沿って位置する。 人口1万8000人の町である。町は、後にパットナム郡の一部となる元々の3つの町の一つとして、1788年に設立された。この一部は、パターソンの町となり、西側の土地が増えたので、1795年には、設立時から、形が大きく変わっていた。町は、カーメルに次ぐパットナム郡で2番目に大きい町である。サウスイーストでは、 週刊高速道路684号線と84号線、修道22号線と312号線、アメリカ国道の6号線、202号線が交差している。メトロノース鉄道ハドソン線はブルースタービレッジと312号線近くのサウスイーストの2つの駅を持っている。サウスイースト町にはブルースター村とハムレットのブルースターハイツ、 レインズコーナーズ、デフォレストコーナーズ、ドリュービルハイズ、ダイクマンズ、ミルタウン、シアーズコーナーズ、ソドムが含まれる。パットナムバレーは、パットナム軍の南端に沿って一致する、人口1万千の町である。パットナムバレー町には、ハムレットのアダムズコーナーズ、クリスチャンコーナーズ、ギルバートコーナーズ、レークピークスキル、オスクワナコーナーズ、パットナムバレー、トンプキンスコーナーズ、 サニー・ブロックが含まれる。パットナム・バレーは、クインシー町として1835年に設立され、翌年現在の名となった。町は、フィリップスタウンから分離して作られた。パットナム・バレーには、クラレンス・ファーンストック州立公園があり、パットナム軍の多くと、ダッチェス軍のところどころをカバーしている。コールド・スプリングは、フィリップスタウン町とネルソンビル村に囲まれた自治体である。 ネルソンビルはフィリップスタウン町とコールドスプリング村に囲まれた自治体である。ブルースターはサウスイースト町内の自治体である。以下は2000年国勢調査による人口統計データである。パットナム軍には6つの公立学校区がある。ブルースター、カーメル、ガリソン、ホールデン、魔法パック、パットナムバレー。魔法パックは 5000人を超える生徒を教育する4つの小学校、中学校、高等学校があり、パットナム軍最大である。ライブラリーシステムは、8つの図書館から構成されている、ブルースターのブルースター公立図書館、ケントのケント公立図書館、カーメルのリードメモリアル図書館、コールドスプリングのジュリア・エルバターフィールド図書館、ガリソンのアディス・コーティス・デスモンドとハミルトン・フィッシュ図書館、 魔法パックの魔法パック図書館、パターソンのパターソン図書館、パットナムバレーのパットナムバレー自由図書館、パットナム軍の311号線パットナム軍には、二つの、週刊高速道路が走っている。東西に走る、週刊高速道路84号線は、ルディングトンビルの近くの北側から群内に入り、コネチカット州都の境界へ向かって南東に走り、南へ向かう。 週間高速道路684号線へと接続する。タコニックステートパークウェイはパットナム郡の中央を南北に走る。軍の西部には国道9号線がニューヨーク州道 9D 号線と並行してハドソン川沿いに南北方向に走っている。ニューヨーク州道22号線は軍の東部を南北に走る。ニューヨーク州道301号線は コールドスプリングからカーメルまで東西に走る。短いニューヨーク州道403号線はガリソン近くで9号線及び 9D 号線に接続する。この地域の主な東西を結ぶ道路のうち3つは軍の東部を横断している。ニューヨーク州道52号線は週間高速道路84号線と並んでダッチェス郡からカーメルの南の国道6号線まで走っている。 ブルースターの東で国道6号線は国道202号線と統合し、週間高速道路と並んで同時に軍、州を離れる。軍のハイウェイ管理局は多くの軍道を維持しており、次の軍道では雪対策も行っているウェストチェスター軍からニューヨーク州道22号線までの国道6号線、国道202号線、パットナム軍内のニューヨーク州道 6N 号、 戦前,前線、ニューヨーク州道 9D 号線のニューヨーク州道301号線から、タッチェス郡まで、ニューヨーク州道52号線の南端から、ニューヨーク州道311号線まで、ニューヨーク州道164号線の前線、ニューヨーク州道301号線の前線。ブリュースター鉄道駅群には、また、いくつかの鉄道が走っている。メトロノース鉄道のハーレム線とハドソン線は、 パットナム郡を南北に走る。ハーレム線は、ブルースター、サウスイースト、パターソンに停車する。ハドソン線は、マニトーガリソン、コールドスプリング、ブレイクネックリッジに停車する。アムトラックへの接続は、ウェストチェスター郡の北部にある、ハドソン線の、クロトンハーモン駅の南、ダッチェス郡、ポキプシー駅の北にある。1958年5月まで、 ブロンクスとブリュースターの間で運行する3番目の路線が軍内を走っていた。この路線は他の路線と違ってグランドセントラル駅への乗り入れがなく利用者数が少なかった。貨物の取り扱量も少なく路線は1962年から1980年までの間に放棄された。鉄道跡はサウスカウンティートレールウェイ、ノースカウンティートレールウェイ、パットナム群、 トレールウェイとして利用されている。軍の名所には次のようなものが含まれる。ケントにある総厳寺には西半球で最大の仏陀の彫像があり、仏教史を専門とするアメリカ唯一の図書館である。ドナルド・ J ・トランプ州立公園はパットナム・ウェスト・チェスター両軍に位置する面積436エーカーの州立公園である。サンダー・リッチスキー場はパターソンにある。 小さなスキーリゾートで30本のコースと3本のリフトを備える。クラレンスファンストック州立公園はクラレンスファンストックにちなんで命名された 15km のハイキング散歩用トレイルを備える面積14000ウェーカーの州立公園である。パットナム軍のニュースキャスターは様々な話題を取り扱うパットナムカウンティニュースレコーダーを利用している。 この新聞はもともと地域の話題を取り扱う独立した新聞社だった。1866年に特大紙面のザ・レコーダーとしてコールドスプリングで公開された。2008年7月に新聞の所有権が FOX ニュースの会長であるロジャー・アイレスに移り、新しい出版社として彼の妻エリザベスを乗せている。社説には論争があり、 それ以後、本質的に編集内容が変えられている。ありがとうございます。